どうも皆さん、おはこんばんにちは。日本語で実況プレイをしているメルカジン、コーテツスティールです。今日はですね、このゲームの最後のレベルです。今のところですね、後でもっとありますんで、楽しみにしてください。今日、この18メートルダブルデッコリフトしてから、二つの面白い橋、面白い作ってきた橋を見せたいと思います。まあ、早速ですが、このダブルリフトをやりましょう。ちょっと自分でちょっとだけやろうとしたんだけど、すごい難しくて、なんか簡単に見えるかもしれませんが、まあ、とにかく難しかった。で、ネットでちょっと調べてきて、問題はね、ちょっとバグってる。右と左の方は、両方上に上がるはずなんだけど、このスプリットジョイントあればね、このスプリットジョイントあれば、上に、あるいは下に、いけるはずなんだけど、あるバグがあって、できなくて。そうだったら、この面白い橋を作ることになった。普通は、上から、このハイドロリックを使うんだけど、今日、下から使います。下で、で、出来上がったら、このような橋がありますね。さあ、見てみましょう。バジェットはちょっと危ない。こっちもちょっと危ない。もっと早く。で、あれ?あ、ん?ちょ、ん?あ、これはね、こっち、ん?どっちが問題?ああ、はい、はい。これね。よし。まあ、とにかく、いけました。ほら、これはスプリットジョイントだったのに、全然上がってくれなかった。まあ、とにかく、他の、俺が作った、面白い橋を見てみましょう。はい。また、14メートルドローブリッジの方戻りました。これはですね、なんかちょっと見にくいかもしれませんが、実は、これは、なんか沈む、橋、かな?どんな名前つければいいかわからない。とにかく見てみましょう。下に行って、下、全然聞いてくれないけど、ちょっと待って、これ逆?あは、なるほど。ははは、こうだってね。ふいー、わーいって。もっと早くしよう。また上に、そして、できました。全然問題はなかった。で、最後なのは、はい、これは階段橋。階段の橋ね。つまり、ちょっと落ちて、まあ、降りて、上に行く。やってみましょう。で、上に。全然大丈夫ですね。船も、ぶっつけない。で、できました。はい。この後ですね。まあ、今日ここまでしときますが。この後、もっと面白い橋を作りたいと思います。ぜひ、楽しみにしてください。あと、まあ、新しいレベルあったら、それもやっていきたいと思います。
では見ていただいてありがとうございました。